どうも、スノボーです。今回はライトオンさん全面協力企画です。テーマはバレンタインギフト。はい、ということで、ね、今回はね、ライトオンさんに来ましたが、ちなみにこれがバレンタインギフトのテーマなんですけど、はいはい、バレンタインのなんかエピソードみたいなありますか？それも佐久間が俺、小学校の頃にね、あのチョコ11個もらってた。おってことはさ、クラスの半分の女子が佐久間にあげたの。おお、お前平気で嘘つくね。題してバレンタインのモテコーデセットがもらえる試着室で天国か地獄かゲーム。イエーイ。どういうことですか？カルビストークのスタッフ山本さんがメンバーそれぞれのために、はい、ライトオンのバレンタイン用モテコーデセットを用意してくれた。いいんですか？山本さんです。そうなんです。店長さんです。店長さんですよ。なんか今回はその例えば佐久間に会った佐久間のモテコーデセットを用意してくれたりするわけよ。ってことは僕のことを結構知ってくれてるってことですかね？それちょっとまだ話変わってます。もらえるんでしょ？でもちょっと待ってください。そんな簡単にもらえないですよ。え？だからさっきも言ったじゃないですか。天国か地獄かゲームと。おう。だからこうやって A、B。あ、もうこれか。2個あるんですよ。はいはい。1個はこのモテコーデセット。おう。そして片方にはとても斬新な衣装が入っております。斬新な衣装。はい、あんまり詳しくは詳しくは言わないですけど、詳しくは言わないですけど、しかも選んでもらって、はい、試着室に入ってもらいますと。で、当てた人はそのモテコーデセットをもらいますと。おお、当てればですよ。おお、あっ、どうしたんですか？実に楽しみだ。一発で決めてもいいし、なんかちょっと計算してやってもいいし。これだ。お、早いですね。おお、B ということで。はい、手前にあったんで。この距離を面倒くさがってこれでいきます。で、あのモテコーデだった場合は、こう出てきてバレンタインのこのデートしてる彼女に対しての一言。おお。で、もしとても斬新な衣装だった場合は、それに応じた何かをやっていただきたいなと思います。ほうほう、なるほど。え、これ持っていけばいいんですか？持って行っても、あの、はい、お着替えの準備。佐久間さん登場お願いします。空前絶後超絶怒涛のアニメオタク、アニメを愛しアニメに愛された男、身長168センチ体重53キロ好きなアニメユヤスケ、俺の名はサークボンボンマーイエーはいジャスティスがなそれだ。ジャスティスがなはい、なんでなるほどね、サイコーさんだったんだ。山本さん、今回これはどういうテーマ？ポイントは今年トレンドのショートパンツ。おお、なるほどなるほどね。うそだろ、マジか。私ちょっと90年代が流行ってるので、ちょっとちょっとつか持って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 、あーって欲しかったんですよね。絶対似合うと思ったんですよ。うわーでも可愛い。お前一発でからやるやん。やっぱね、あのね、じゃあやっぱみんな傍若しちゃダメだろ。近いからってなってくる。でも佐久間さん、あなたのおかげで今テンションは一気になる。持っていい？あ、いいっす、いいっす、全然全然。ウェイティングしたい。何キロぐらいですか？おぉ、結構重いってこと。あれ結構違うね。え、違う重さが。持ってみていい？なんだよ。お前はやらないでしょ。これじゃあ A 型だからこっち。お、いいじゃないですか。わあ、これ面白いね。何に洋服着替えられたのこんな緊張する。岩本さん、カモン。おお、さすがです、さすがです。選んでくれてありがとう。よし、
富士山登りに行くぞ。ああいいじゃないいいじゃないいいじゃない。かっこいいじゃないいいじゃないいいじゃない。俺も強いでいけんやん。いやいや選んでくれてありがとう。よし、エベレスト登るぞ。何言ってますか。もう全部に参加しなくていいだから。どこがポイントですか。そうですね、あの運動神経がすごく抜群で、体脂肪率もなんか 4% です。なんで知ってるんですか。今年注目のスポーツミックスコーデで、ただあのモテコーデっていうところだったので、ちょっと可愛らしくピンクが入ってるチャンピオンの、かわいい、いいな、いいね、いいね。A と B の2択なんだよね。そうですよ、この2択が一番迷うんだよ、ね、まあそうね、血液型 AB だし、お名前も阿部だから。成功の確率は何パーセントぐらいなんですか。5割だよ、もう。ハーフ、ハーフってことで、そこは揺るがねえ。ハーフ&ハーフ。そう、今じゃあ A で、A 多いんじゃないですか。早速呼んでみましょう、阿部ちゃんちゃん。クラッ、イエーイ。空前絶後の超絶怒涛のインテリジャニス。あまりのスタイルの良さにライトオンから専属モデルのオファーを受けた男、我こそはサンシャイン。あーポコーン。ベーイエーイジャスティンジャスティンジャスティン。いやー、まさかの阿部ちゃんもですか。やられたわ。前にやった。多分重さ調節のためなんだろうね。あのなんか上に池崎がいて、上に下に重しが入ってて、池崎の揚力こんなもんだ。いやマジ本当そうよ、本当そうよ。そうですよね、すごい。今すごい寒い。あ、すげえあったかそう。ちょっとインテリって聞いてたので、はい、ギャップ萌えしたいのかなと。ああ、なるほど。袖通ってるんですか。佐久間は袖通ってるんですか。あ、すごいあったかい。あー、いいね。出番前みたいな。来たかった。いや、すごいいいコーデだと思う。これはトータルではない。いや、もうそろそろちょっとちゃんと。いや、そうだよ。全然違う。ライトオンの服を着たいよ。着たいよ。そういう企画だから。そういう企画なのよ。どうした？どういう感じ？まさか違う。うわ。え、嘘でしょ？あれ、待って、一緒かも。マジだ。やばい。ほら、もうやっぱ。お。それどっち軽い方なの？重い方。おお、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。これよ、行ってみよう、行こう。呼んでみましょう、鍋、カモン。お待たせ。おお、言うか、言うか、言う。バレンタインデーに君と一緒に過ごせて幸せだな。洋服も選んでくれてありがとう。これからもよろしくね。おお、自分が一番恥ずかしいからね。もうね。すっごい嬉しかった。開けた時にカバン開けて喜ぶことあんまないから。そう、なかなかない。めっちゃガッツポーズした。頼む。やった。渡辺さんはメンバーカラーが担当ブルーと聞いてるので、ブルーといえばデニム。なるほど。そうですね、デニムといえばライトオンっていうことで、欲しくて選びました。ありがとうございます。いいね。でもめっちゃ可愛いよね。可愛い。ね。可愛い。なんかちょっとこうポップな感じもあるし、なんかちょっと自分もなんか若くなった気がした。でも多分鍋が普段そういう、そう結構ねモノトーンがポップだから。じゃあこれでいく。おお。いいじゃないですか。じゃあ早速ね。いってきます。もうやる気満々。やる気満々。やる気満々。やる気満々じゃない。すごいなぁ。はい、じゃあ呼んでみましょう。伊達さん、カモン。
待たせ。選んでくれてありがとう。じゃあこれ着てバレンタインデート始めようか。ジャスティス。ジャスティスはいいです。ジャスティス。レースよかった。いや、よかった。いやー、拍手はこれ。ずっとライトン大好き。あ、じゃあちょっと山本さんにね、はい、コーデのポイントは、はい、貴族伊達様なんですけれども、ちょっと見えないんですけど、おしゃれは足元からっていうところで、靴下もちょっと可愛いボーダーで、はい、見えないところのおしゃれだ。すごいお料理も上手っていうところに伺ってるので、一緒にお家でこうクッキングした後ピクニックとかおわーと思って、こう普段見られないようなカジュアルな格好です。いや、いいね。いや、可愛い。似合ってる。まあ、フッカ持ってるからな。持ってるから。フッカだったら正解を選べる。そうだよな。でもそう、正解は何これ、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 向けてるね。俺も多分持っちゃうとブレちゃうから直感でいきます。うん、おお。それでは行ってらっしゃい。行っちゃいな。あー、やだな。はい、それでは一番最後の深澤達也が持っているのか持っていないのか、こう準備ができたみたいです。はい、呼んでみましょう。ふっかー、カモン、レッツゴー、レッツゴー。はい、よっこいはん。おお、あお前すごいね。すごいわ。すごいよ。本当に。え、ちょっと待って、一個だけ言っていい？はい、これ絶対やられてる俺。どういうこと？俺これ見ていい？俺絶対いいよ、いいじゃん、どっちもやられてると思う。お前は YouTube を信じてないって。ここはやるんですよ、マジで。あ、山本さん、山本さんに謝って。迫力やばい。近いね。いや、すいません、なんか本当に入っちゃったみたいな。俺これでどうする？司会する？分からなかった。だからあの今回のこういうレースポイント今回のなんかポイントみたいなのってありますか？そうですね。もう払いすぎだろ。この野郎。この野郎。ちょっとタイトめの、あ、ね、タイトめのデニム、デニム、タイトめのデニムとババカラミックスじゃん、やっぱババカラミックス。で、ちなみにこっちのポイントは何？超かわいい。え、うわうわうわ、めっちゃいいな。セットアップ超かわいい。俺これでやっても多分すごいよ。あ、目立ってこない。はい、よっこりさん。ジャッキー。いやー、マジ、きつかったわ。色も可愛いね。超可愛い。セットアップ俺好きなんすよ。もうね、何の説得力もない。いよいよ目を見てくれなくなる。まあ6人中、はい、3人がね、そうだよ、無事に、あの、真ん中集まって、真ん中集まって、切れた人、天国だったという。天国だった。天国と天国と、ジャスティン。天国と芸人さんと。せっかくなのでね、この服装で、あの、原宿の街に繰り出したいなと。貴様は何を言ってるの？いや、まあ、せっかくなんで繰り出しましょう。あー、いいとこ、いいとこ。行ってみよう。いいんですか、行っちゃって。いいんですか。いいよ。いいです。やっぱさ、嫌なのが、系統が似てるんだよね。系統似てるとこ、かぶってっからね。じゃあ、行こっか。